はい。では、皆さん、こんにちは。第1回天童市の移住セミナーにご参加いただきまして、ありがとうございます。今日は、天童市と山形県、そして、東京にいる、移住担当者と、天童市への先輩移住者であります、東海林さんと結城さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。本日、進行させていただきます、天童市の土屋と申します。第1回目の移住セミナーということで、不慣れでハプニングもあるかと思いますけども、どうぞよろしくお願いします。早速ですけども、天童市の地域おこし協力隊の、徳山さんが、天童市のシンボルでありまして、毎年4月に、人間将棋が開催される、舞鶴山に行ってますので、そちらから天童市の様子を中継でつないでみたいと思います。じゃあ、徳山さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。地域おこし協力隊の徳山です。私は今、天童市のシンボル、舞鶴山の山頂展望台に来ております。で、こちらの展望台からはですね、市内の北側を見渡すことができます。今日は天気がすごくいいので、景色がとても綺麗によく見えます。今、正面に映ってる山が、葉山という山でして、まだ2月ということで、まだ雪がたくさん残っております。それと、市内の、様子を確認することができます。ということで、本日はですね、このコンパクトな街ながら、その魅力がぎゅっと詰まった天童市のご紹介をこれからさせていただきたいと思います。皆さん、本日は最後までよろしくお願いいたします。舞鶴山からは以上です。はい、徳山さん、ありがとうございます。では、次に、東京のふるさと回帰支援センターの多田さんから、留意事項の説明をよろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。私は、東京有楽町の東京交通会館の8階にあります、山形の移住相談窓口におります。まずハッピーライフ情報センターの多田と言います。よろしくお願いします。私の方から今日のセミナーご参加にあたっての留意事項をいくつかご紹介させていただきます。スライドを出します。はい。今日皆さん、お申し込みのお名前で来ていただいているかと思いますが、お名前は申し込み時のお名前で来ていただければと思います。セミナー中、先ほどもありましたが、発言の時以外はマイクをミュートにしていただいて、何かご質問がある場合は、チャットとか、または、画面上でこう手を振っていただければ、お声掛けさせていただきます。またですね、画面オフの視聴も大丈夫なんですが、できれば顔を出していただけると、話す方が、とても話しやすくなります。よろしくお願いします。セミナー中ですね、万が一 Wi-Fi の不具合とか困ったことなどありましたら、東京窓口小倉が対応しますので、こちらの電話番号まで、おかけください。またですね、今日のセミナー、ぜひ飲食食べながら飲みながらリラックスして参加いただければと思います。離席も休憩も自由ですので、リラックスしてご参加ください。またですね、途中でも用事があって退出される方がいましたら、チャットで今日はここまでに退出しますとご連絡いただければありがたいです。そうですね、このセミナー一応、録画させていただいておりますが、参加者の方、映らないような形で後日編集させていただくことになるので、そこはご安心ください。またですね、皆さんの画面上、左上に、ライブ、カスタムストリー、カスタムライブストリーム配信サービスに参加中と、表示が出てしまってるんですけども、一般に公開されてることはありませんので、内部用に録画だけさせていただいているということですので、ご安心ください。セミナー中ですね、万が一、ネット回線とかが混雑して、通信不具合が起きる場合もありますけども、そこは温かく見守っていただければと思います。
最後にですね、セミナー後にですね、皆さんに URL をお送りしたメールの中に、アンケートの URL も入っておりますので、ぜひセミナー後は、アンケートへのご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。私からは以上になります。ありがとうございます。はい、多田さん、ありがとうございました。はい、もうすでにチャットの方でもね、いろんな、なんか意見というか話題含まってますけども、随時こういった形でチャットを利用しながら、よろしくお願いします。と今徳山さん のカメラ映ってますけど、ちょっと雪でいまいち分かんないんですが、ここが人間将棋の、会場となる場所です。今私の背景にも映ってますけども、あと奥にある階段が観客席になりまして、その下の方で、この画像のように、人間が将棋の駒になって、将棋をするというイベントです。ちょっと今年の4月ですね、まあ、開催の可否検討中なんですけども、まあ、ぜひ一度は見てもらいたいなというふうに思ってます。はい、ではありがとうございました、タルさん。では、今日のプログラムの方を私から簡単にご説明させていただきます。はい、まず、私から天童市の紹介をさせていただきまして、その後先輩移住者の体験談をお話しいただきます。それで Q&A コーナーを設けまして、最後県の方から移住支援案内をして、2時半頃には閉会をする予定となっております。最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、早速天童市を紹介をしたいとは思うんですけども、その前に、皆さんに事前にお送りしているものを確認させていただきます。まず、天童市の、ちょっとつけてますけど、天童市の観光パンフレット、裏面の方には天童市のマップもありますんで、こちらマップの方も見ながら進めていきたいと思います。は、移住のパンフレット、ちょっとだいぶつけたりしてすみません。それから、ふるさと納税のパンフレットで、今日皆さんの方に、将棋を題材とした、人気漫画の3月のライオンの、グッズも、お送りしております。そちらのふるさと納税 の限定ノベルティとなってまして、納税いただいたご寄付者の方に、お送りしているグッズです。今回は特別にお送りさせてもらいました。ぜひ使ってください。あとは子育てガイドブック、こちらもお送りしておきます。と中の方見ていただくと、医療機関の一覧とか、そういった皆さんに、有用な、情報載ってますんで、これも一度バラバラっと見てもらえればと思います。はい、あと第1回目の特別企画としまして、天童市の特産品のプレゼントをお送りしております。こちらは後ほど移住体験談をお話しいただく、ゆうきさんが、生産されたものです。ではゆうきさんの方からこちらプレゼントのご紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日プレゼントを送らせていただいたゆうきです。3点お手元に届いておりますでしょうか。1点目のこのドライフルーツなんですけれども、スイカ以外の、ラフランス、リンゴ、ブドウに関してはうちで作っておりまして、スイカは特産の尾花沢スイカって県内にあるんですけれども、そちらを仕入れて作っております。これ40度ぐらいで乾かしているので、果物の甘さとか香りとか、ダイレクトに感じていただけるかと思います。そのリンゴのドライフルーツが入ったルイボスティー、こちらが、カフェインフリーですので、お子様でも飲んでいただけます。あと今冬だとミルクで、ちょっとお湯入れて煮出して、
牛乳入れていただいてレンジでチンしていただくと美味しいラテもできますので、ぜひお試しください。あと最後にこのジュース3種のリンゴなんですけど、これは富士と王林とジョナゴールドっていうリンゴがブレンドされてて、木の上で完熟して生で食べても美味しい、果物で絞っております。ぜひ、食べながら飲みながら楽しんでいただきたいと思います。以上です。はい、ゆうきさんありがとうございます。こちらのスタッフの方もちょっと手元に保持しながら、食べながらつまみながら進行しますんで、皆さんもぜひご賞味ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、では私から天皇賞紹介をしていきます。では改めて自己紹介いたします。私土屋なんですけども、年齢は36歳です。大学の4年間だけ、ね、神奈川県に住んでまして、就職して、U ターン、天童市に U ターンしました。一度、まあ、転職とかしながらなんですが、今天童市の方の移住の担当をしております。で、初めはアパートに住んでたんですけども、結婚して、子供が生まれたのを機に、新築の戸建てに引っ越しました。ということでよろしくお願いします。で、先ほども申しましたが、チャットを使いながら質問も随時受けていきますんで、ちょっとね、練習のために私から質問させていただきますんで、はいとかいいえでいいので、チャットに書いてみてください。では天童市に来たことがある方どうですか。はい、いいえでいいので、まあ、特にそれに対してこちらから、ね、発言を強要しないので、ぜひご気軽に。あ、ないですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、気軽に使ってください。あと天童市といえば、イメージするものは何でしょうか。もうすでに私の背景にも映ってますけど、まあ、天童市といえば将棋という方が多いのではないでしょうか。では紹介始めていきます。はい、やっぱり天童市といえば将棋という方が、多いのではないでしょうか。将棋駒の生産量が日本一で、先ほどもご紹介したように3月のライオンのこちら漫画ですねとコラボレーションした、まあ、イベントをしたりとか、あとは今ね藤井聡太プロが話題になってますけども、名人戦や竜王戦といったプロ棋士のタイトル戦も天童戦で開催されています。天童市といえばフルーツですね。先ほど徳山さんが被っていた被り物もラフランスをモチーフにしたものです。まあ、ラフちゃんランス君という、ゆるキャラがおりまして、そちらのものとなっております。また一年通じて美味しい果物がいっぱいです。あと住みよいポイントとしましては、アクセスですね。山形県の、まあ、ほぼ中心、県庁所在地の山形市の隣にありまして、県内外の周遊の拠点として大変便利となっております。また、パンフレットの裏の方を見てもらうと分かるんですけども、山形空港まで15分ということで、こちら地図の左上ですね、天童まで車で15分にゃーって書いてますけど、本当にもう空港近くて、そこからは東京、大阪、名古屋、札幌まで1時間ちょっとで行けます。またもちろん、新幹線でも東京駅までは、乗り換えなしで約3時間で行けます。で、人口は約6万2千人となっておりまして、世帯数は約2万ぐらいですね。で、そのうちの、まあ、4分の1ぐらいにもなるんですが、賃貸のアパートや、もし中には戸建ての賃貸もあるんですが、そちらが約5千ございますので、ご希望の物件も非常に見つかりやすいかなと思います。で、こちら参考に載せてますけども、
ファミリー向け 2LDK 駐車場付きで6万2000円。これ実際に私が住んでいたアパートになります。また、3DK で6万5000円ということですけども、これが先ほどの徳山さんの今現在住んでいるアパートになります。徳山さんは単身なんですが、こういった広いお部屋に住んでいるみたいです。あとは空き家バンクということで、天童の空き家バンク、非常に成立するのが、成約率が高くなっているんですけども、今現在の交渉受付中の物件が13件ほどございます。こちらも天童市のホームページの方でぜひご覧ください。また県内でも天童、特に雪の少ない地域ですけども、また面積も県内13の市の中で一番面積の小さいコンパクトな町並みとなっております。参考にですけども、住みよさランキング、ということでありますけど、令和2年は県内2位で、全国で言えば、63位でした。でこれまで県内1位をずっと維持してきてまして、全国の順位も、20位とか30位を推移してたんですが、ちょっと令和2年少し下がってしまいました。でも本当にすごく、住みやすいと思う、住みやすい街となっております。ごめんなさい。こちら、真ん中にあるのが、先ほど中継した、舞鶴山となっております。で、観光パンフレットにも、一番ど真ん中に、映ってて、ここで、毎年人間将棋が行われてるにゃって書いてますけども、そちらです。で、そちら西側、舞鶴山の西側の方を見ていただきますと、こちら、観光パンフのマップの方で、左側ですね、子育て未来館元気図がございます。今、徳山さんが中継をつなぐために、そちら元気図の方に向かっているんですが、徳山さん大丈夫ですかね？今、移動中で車の車載カメラで映ってますけど、到着したら、元気図から、ご紹介をお願いしたいというふうに思います。はい。と今ご紹介したように、天童市は、コンパクトで、暮らしやすい町なんですけども、特に子育て支援に力を入れております。今、小学校が12校ございまして、すべての小学校の区域に放課後児童クラブを設置されております。また幼稚園や保育園が多くて、待機児童はゼロとなっております。また子育て支援制度と施設も充実してまして、天童の子育て支援施設の象徴である元気図は年間で約26万人に利用されております。天童市はもちろんなんですが、近隣の市町村からも多くの方が来てまして、近くにイオンモールもありますんで、そちらのお買い物と合わせて利用される方が多いようです。徳山さん、まだ、研究室には到着してないようですかね。まもなく到着するようですが、ちょっと着いたらまた中継振りますんでお待ちください。はい。また支援制度ですけども、高校3年生までの医療費の無料化ですとか、あとは第3子以降の保育料、学校給食費の無料化などもございます。その他、詳細につきましては、天童市のホームページ等でご覧いただければと思います。また、元気図の他にも、遊び場がいっぱいでして、例えば、天童高原、夏はキャンプ、冬はスキーで、私、実は昨日も、午前中半日、スキーに行ってきたんですけども、子供たち、小さい頃から、スキーとかスノーボードとか、やっております。また、道の駅天童温泉ですけども、こちら、トリップアドバイザーの全国道の駅ランキングで、2位になったりとか、こういった遊び場も充実してます。で、右下が、県の運動公園ですね。やっぱり大きな屋外プールがあったりとか、県の施設が
天童下にありますんで、何かと便利です。で、左下が、こちらは私の、まあ、子供の写真なんですけども、こういった川遊びなんかもできますんで、そういった環境が整っております。あ、徳山さん、もう着きましたか？ちょっとじゃあもうちょっと待ってますね。ちょっと音声がまだ聞こえないみたいなんで。あ、すいません。もうちょっとですね。ごめんなさい。あ、じゃあ私のでまた、はいはい、ご紹介します。はいはい。はい、でちょっとまもなくあの中継つないでいきたいんですが、ちょっと自己紹介でもお話ししたんですが、私、子供の2人の、ラグランスタワーの前で、はい。あ、徳山さん、一旦音声来てもらっていいですか？私の週末の過ごし方なんかもご紹介したいと思います。こちらは私 その先ほど言った、まあ、今住んでいる家の庭なんですけども、やっぱり市街地を離れれば非常に土地が安いので、まあ、庭付きの戸建ても一般的です。まあ、時間があると、まあ、バーベキューなんかも日常的にやってまして、まあ、時間があればお昼とか夕方とか、ちょっと家にあるものを焼いて食べたりとかしてます。で、この小さな家庭菜園、少しあるんですけども、ナスとかキュウリとか、まあ、人参、トマト、ピーマンなんかを作ったりしてます。で、こちらの右上の写真なんですが、キャンプ、今年、実はスノービークのテントも購入しまして、今、テントにはまってるんですが、まあ、こちら、友達家族もいるんですけども、金曜日にちょっとお昼ご飯食べながら、明日キャンプに行くんだ、なんて話をしましたら、あ、うちも行っていいかな、なんてことで、こう、急遽、現地で集合して、キャンプを楽しんだんですけども、非常にキャンプ場近くて安いので、まあ、ちょっと思いつきで行ったりとか、できるような環境です。あ、徳山です。あ、はい。はい、準備できました。すいません。あ、はい、では、徳山さん、中継、よろしくお願いします。はい。中継の徳山です。たった今ですね、子育て未来館元キッズさんの方に到着をいたしました。徳山さん、顔出してください。あ、切り替えます。あれ？顔見えてないですか？あ、ごめんなさい。あ、はい、徳山です。元気っつさんに到着しました。で、今の時間帯がですね、午前と午後の入れ替えの時間帯となってまして、スタッフの皆さんが今お掃除されているところです。はい。で、今、目の前に映ってるのが、ラフランスタワーという具になります。天童らしいネーミングの、立派な、遊具となっております。で、こちらの元気っつさんなんですけども、もともと県外からの利用者も多い、大人気施設なんですが、現在、コロナの関連で、利用時間が9時から13時と、14時から18時、県内在住者限定で先着順の利用となっております。はい、早く通常通りに戻るといいかなというふうに思います。以上、元キッズさんからお伝えしました。はい、徳山さん、ありがとうございます。どうも。じゃあ、ちょっと私からまた説明、続けていきます。はい。で、ちょっとこの写真が、ぶどう狩りの写真ですね。毎年、さくらんぼ狩りと、ぶどう狩りは家族で行ってます。これが、まあ、これはうちの写真じゃないんですが、まあ、昨日も、昨日、京都、天童高原でイベントしてまして、昨日も午前中に、スキー、スノーボードに子供たちと行ってきました。はい。午後からは美術館に行ったりとか、まあ、昨日はそんな休日の過ごし方でした。はい。また、子育てだけじゃなくて、医療や商業施設も充実しております。まあ、創業病院が4つ。また診療所もいっぱいです。で、商業施設なんですが、まあ、イオンモールなんかが一番大きいですけども、また、まあ、田舎ならではの、まあ、ヨークタウンというような施設もありまして、
ドラッグストアやホームセンターが一箇所にまとまった施設がいくつかございます。私もちょっと思った以上に結婚してからイオンをすごく使ってるんですが、カルディで食料品買ったりとか、子供服だったり、あと自分の服だとユニクロとか H&M とかグローバルワークなんていうところで買い物する機会が多いんですけども、また近くですと上の山市というところにコストコがあったりするんで、月に1回そこに行ったりとか、あとはちょっと買い物にちょっと気合を入れていくときは、仙台も近いんでそちらに行って、イケアとかだったりとか、パルコとか行ったりしてます。そんな感じです。また日帰り入浴施設も4箇所ございまして、足湯もあったりとか、本当に温泉が身近にありまして、独身の時は毎週末土曜日の朝に、週1回行くのが日常だったんですが、最近、子供が、ちょっと女の子が一人で、女性風呂入れなくて、男性風呂に入るのも微妙な年頃なんで、最近ちょっと行きづらくなってます。あとはスポーツですね、J リーグ、モンテディオ山形の本拠地があったりとか、あとは、バスケットのプロスポーツチームの、本拠地もございますんで、仕事帰りにスポーツ観戦できたりとか、スポーツジムが安く利用できたりとか、そういった健康づくりの環境が整っています。はい。ということで、まずは一度、天童市に遊びに来てもらえればと思います。私から天童市の紹介は以上となります。はい。じゃあ、ここでですね、ちょっと質問の時間を設けたいと思います。はい。だと今とチャットの方でもご質問いただいてますね。はい、子供の医療費は1回の受診でおいくらですかということで、ですね、子供の医療費につきましては、先ほどもちょっとご説明したんですが、ですね、高校生まで、完全に無料となっております。完全にと言いますか、基本無料となっておりまして、医療費は高校生まではかからないというような感じなので、私の子供がちょっと具合が悪くなったとか言うと、結構そういった費用を心配せずに、連れて行ってますね。ですね、保育園の負担額なんですが、ごめんなさい、今その辺と妻にお任せしている部分もありまして、保育園の負担額ちょっと今すぐパッと出てこないんですが、藤田様、またその辺ご連絡したいとさせていただきたいと思います。いやさん、すみません。はい、もう一人参加者さんからちょっと質問がありまして、はい、先ほどの資料の中であったご紹介いただいたキャンプ場あったと思うんですけれども、はい、そちらって焚き火って可能ですかね。焚き火だったりとかキャンプファイヤーってすることは可能ですかね。キャンプファイヤーはちょっとできないかもしれませんが、焚き火は焚き火台を使ってできます。なるほど、はい、ありがとうございます。すいません、はい、実は先ほどのキャンプ場は天童市ではないんですけども、天童市だと天童高原あるんですが、先ほどのは尾花沢市のキャンプ場になります。でも車で30分、40分あれば十分着く距離なので、本当にこう近隣にキャンプ場がすごくいっぱいありまして、あそこのキャンプ場よかったよとか、今日はここ行ってみようかとか、そんな感じで、本当気軽にあちこち行ったりしてますね。まだキャンプ初心者ですけども、今年もっと行きたいと思ってます。すいません、ありがとうございます。はい、質問ですけど、はい、すごく住みやすい街だなと見てたんですけど、移住者の方がこう交流できる機会とかコミュニティってありますか？はい、市の方の取り組みとしまして、やっぱりその移住者の方々のネットワークを作れればいいなとは思ってるんですけども、まだちょっと十分にできてないんですが、実は去年初めて移住者交流会っていうものを企画して開催しました。後ほどご出演いただく東海林さんにも参加してもらったんですけども、今年になりまして、年間4回ぐらい移住者交流会を
を開催したいというふうに思っているところでございます。またコロナのウイルスの影響もありまして、どういった形でできるか今検討中なんですが、今後そういったコミュニティというかですね、移住者の方同士のつながりも、市の方としまして、ネットワーク作りのお手伝いをできればいいなというふうに考えているところでございます。ありがとうございます。他に質問ある方いますか、はい、ぜひどんどんチャットで書いていただければと思いますので、皆さんガンガン書いてください。はい、じゃあ今でなくてもまた随時チャットの方をお使いください。では一旦ここでまた区切りまして、後ほど Q&A コーナーもありますんで、次の皆さんお待ちかねの先輩住者体験談を始めていきたいと思います。はい、では最初の移住者は、東海にのぞみさんです。東海兄さんは、千葉県出身で、2018年にご主人の U ターンをきっかけに、ご夫婦で神奈川県から、移住されてきました。今もリモートワーカーとして、仕事をされておりまして、現在の会社ではオンラインアシスタントとして、活躍をされております。それでは、東海兄さんよろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、東海林と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。この後ですね、私資料を用意しておりますので共有させていただきながら、説明をしていきたいと思います。はい、こちら今見えてますかね。なんかうなずいていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。ではこちらですね、見ていただきながら説明を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。簡単に、一番最初自己紹介をさせていただきます。私東海林のぞみと申しまして、出身は千葉県千葉市になります。現在は、山形出身の夫と2人暮らしで、約2年前ですね、2018年の12月にですね、神奈川県川崎市から、天童市の方へ移住してきました。で、趣味はお酒がすごく好きで、夫婦で、お酒を楽しんでいます。あとはキャンプ、山登り、あとは読書やカメラなどを楽しみにしていて、このキャンプや山登りっていうのは移住してくる前から、キャンプに行ったりだとか、山登りだと富士山に夫婦で登ったりとか、そういったことを楽しんできました。で、経歴としては大学を卒業してからは金融商社で人事総務という業務についてから長らくこういう業務を担当しておりまして、その後ちょっと転職をしたりしてインテリアコーディネーターなどを経て、その後もですね、また人事総務という業務について、現在は移住を機にですね、フルリモートワークでフリーランスとして働いています。で、私のですね、移住のこうきっかけというか、どういう流れで移住までたどり着いたのかというところでプロセスをご説明しますと、まず2018年の6月ですね、出身が山形の夫からですね、山形に帰りたいなという相談を受けました。ね、とりあえず主人も山形 の出身で長男だったので、いつかは帰るのかなっていうのは思ってたんですけど、今なのかと思ってですね、とりあえずまあ仕事を探してくださいというところで、まあまあそんなにすぐに現実味はないかなと思いながら過ごしていたのがこの6月です。で、その後ですね、主人はですね、エージェントを使って転職活動をしまして、お盆休み前ですね、8月に転職先が決まったと報告を受けまして、あら意外と早く仕事見つかったのねと思いまして、いよいよですね、本当に山形に行くんだと、私も覚悟しなければと感じ始めたのが8月になります。で、徐々にこの頃はどうなるのかなっていう不安も、発生してきた時期です。で、その後ですね、9月に、主人がですね、私は山形暮らし初めてなので、これもですね、県が、企画している移住者イベントですね、山形ハッピーライフカフェというのを、見つけてきて、参加申し込みをしてくれまして、これに参加しました。で、住む場所はどんなところなんだろうとか、車は必要なのかなとか、免許取るにはどうしたらいいのかなとか、そういったところをですね、
まあ、今日だったら、土屋さんのようなですね、あの窓口の方に、相談しながらさまざまな検討を進めていく情報収集期になります。で、いよいよですね、11月には、山形市と天童市で、それぞれ物件探しを、する1泊2日で11月に物件探しのに来ました。で、物件を見つけまして、12月いよいよ、移住に向けて購入した車に乗り込んでですね、クリスマスにですね、山形に、高速に乗ってくるという日を迎えたという流れになっています。で、移住後の暮らしに対してどんな不安があったのかとかっていうところと、それをどういうふうに解消していったのかっていうところなんですけど、まずはこう主人はですね、エージェントを使って仕事を転職先を見つけてきたんですけど、自分自身も長く働いてきて、転職先どうしようかと、仕事をどういうふうにしようかなとか、あとは逆に山形だとどんな生活がしたいのかな、できるんだろうっていうところをですね、ちょっとあのこれを機にちょっと見直してみようというところで、いろんなことをちょっとこう自分で整理をしました。で、山形に移住する上で自分にできること、例えば仕事だったら自分はこういう経験積んできたとか、そういったところとか、あとはやってみたいことっていうところを書き出して、でそれをですね、まあ、明確にするところでどんな生活がしたいのかっていうところをクリアにしてきました。で、移住するならアウトドアを満喫したい、せっかく自然がたくさんあるところだから、満喫しながらのんびり暮らしたいなとか、あとやってみたいこととしては山形の魅力っていうのを、まあ、外から移住してくる、まあ、目っていうのはちょっとまたずっと住んできた、人とは違うので、そういったところで魅力を発信していきたいなっていうところを、自分の中に見出すことができました。あとはですね、山形を楽しみながら経験を生かせるようなものだとか、時間を大切にできるっていう働き方を探したいなというところで、まあ、ネットでいろいろ調べたところ、まあ、地方だったりだとか、海外にいながら経験を生かして働いている人たちがいるっていうと働き方に出会いまして、フルリモートワークという働き方を選択するきっかけになりました。で、どんな仕事なのって、オンラインアシスタントってさっき土屋さんからも簡単に説明してもらったんですけど、なんかこういう働き方だよという資料をちょっといただいたので共有しますと、まあ、今まで積んできたキャリアっていうのを、まあ、そのまま活かせるようなお仕事と出会えたりするというところと、あとは地方や海外、まあ、海外だとか日本を含め全国で33カ国で働いている人たちが現在いますということで、場所や時間を問わない働き方、あとはですね、中にはすごいお子さんを、まあ、家で、面倒を見ながらお仕事したいっていう方とかも多くて、通勤は不要で完全在宅っていう働き方。で、あとは自分にしかできない仕事がしたいっていうところで、やりがいのある仕事ができるっていうところを、まあ、魅力だなと思ったので、こちらを選ぶことにしました。で、実際はですね、女性が 80% 以上ということなんですが、男性も今すごい増えてきていて、最近だと、60代の方、男性の方とかが、まあ、リタイアした後に、その今までの経歴化したいということで入ってきた方がいらっしゃるなんてお話もあったりします。あとは、まあ、30代とか子育て世代の方が多かったり、地方にいらっしゃる方がすごく多い。こんな働き方です。で、実際に移住して変わった生活、っていうのを簡単にまとめてみたんですけど、仕事で言うと、私はですね、横須賀線で、新橋に通勤してたんですけど、とにかく朝もう帰りも満員電車の通勤で、で、まあ、夫婦ともにですね、結構、まあ、夜遅くまで毎日働くような日々でした。で、あとはですね、やっぱ会社員なので、基本的には自分が所属している部署の中の与えられた仕事、担当する仕事というのをやるという働き方でした。で、それが移住後はですね、通勤がまず私、まあ、主人は通勤してるんですけど、私は通勤が必要なくなったので、その満員電車の通勤というのがなくなりました。あとは夫は車で10分程度のところに通勤していて、で、また仕事もですね、以前よりもぐっと早く、帰宅できるようになりました。で、仕事としてはやりたい仕事、まあ、総務とかそういったところじゃないやりたい仕事にも挑戦できるようになったっていうところがすごく変わったところです。あとは休日の過ごし方なんですけど、私が前以前住んでいたのが新川崎という駅の近くに住んでいたんですけど、
横浜がすごく近かったのでそういったところにウィンドウショッピングしたりだとかしていました。であと、休日出かけると外で外食するんですけど、とてもおしゃれなお店は確かにすごく多かったんですが、どこもすごく高いなっていうのが実感でした。であとはですね、温泉も私がすごく好きだったんですけど、たまにしか行けない、やっぱりお値段が高いので、そういったところはたまの贅沢だったところが、移住してきたらですね、車がやっぱり田舎暮らしというところに必要なので、車がある分、県内各地をいろんなところを回って雄大な自然に癒されたりだとか、あと地元の美味しい料理店、すごい各地に美味しいお店がいっぱいあるので、そういったところを見つけて回っていくのが楽しみになって、あとは先ほど紹介があったように温泉がすごく身近なので、基本的にはもう毎週温泉に行ってます。昨日も温泉に行ってきましたし、そういったところで本当にこう身近になったっていうのが、感じているところです。で、毎週末がですね、ちょっとした旅行のような週末を迎えるような生活に変わったっていうのが実感としてあります。で、あと金銭面ですね、結構ですね、夫婦ともにこう、どなたでも聞いたことあるような結構大きいグループ会社で夫婦ともに働いていて、年収も多分平均年収的に言うと結構多めの収入で生活していたんですけど、移住を機にですね、世帯収入としては4割減ぐらいになりました。で、基本的にこの大きな減ったっていうところは、私が大きく働き方を変えて、ゆとりを持たせてもらったっていうところが結構大きくて、この私の収入が4分の1ぐらいに減ったっていうところが、大きなところだと思っています。で、ただですね、私は今自分の選んだ仕事を選ん、やっている状態なので、仕事量をもっと、バリバリ働きたいとかっていう方も多くて、そういった方は会社員並み、東京の会社員並みに働いて北海道で働いてるようなっていう人もいるので、そういったところは自分のペースに合わせて調整できるのかなと思います。で、あとですね、外食が、以前はですね、やっぱり多くて食費がすごくかかっていました。で、家賃で言うと 2LDK のマンションに住んでいたんですが、13万円ぐらいかかっていて、で、1回の温泉旅行だとやっぱり数万円、2人でかかりました。で、趣味のキャンプに使うのにはやっぱりレンタカーが必要で、そういったところ借りるのにやっぱり、ああ、すいません。数万円かかったりっていうのもありました。すみません。で、ここは移住後ですね、地元で安くて美味しい食材がたくさん手に入るので、家での食事が増えたところで、すごく食費というのも、避けることができましたし、あとは主人の実家が山形にあるので、野菜やお米がもらえたりするっていうのも大きなところです。あとは家賃でいうと同じ 2LDK なんですけど、私の家は今7万円ぐらい、駐車場代が1台分は無料でプラスもう1台分で3000円追加して、7万円ぐらいになっています。で、あと日帰り温泉が数百円で入れるようになりました。で、あと車のある生活でフットワークが軽くなったっていうのがすごく大きいところです。で、タイムスケジュールなんですけど、以前忙しくて、朝はこんな感じで、もう6時に起きて身支度して家を出て8時の朝、9時前には会社について仕事が始まって、夜はですね、夜10時ぐらいまで仕事をしてクタクタになって帰って、お惣菜買って家でご飯食べてすぐ寝るみたいな生活だったんですけど、移住してからですね、まず朝ごはんを夫婦で取れるような時間が取れたりだとか、で、夫のですね、出社を見送った後、ゆっくり仕事を始めて、家のことを、家に在宅で働いているので、家のこともゆっくりしながら、仕事を夕方4時ぐらいまでして、また家の家事に戻って、夜はゆっくり寝るというような生活になっています。あとはですね、特別編として、私がすごい温泉が好きなんですけど、温泉の休憩所で家で働いている分どこでも仕事ができるというのが利点で、温泉で時々仕事をしています。で、温泉の休憩所が200円で使えたりするので、そういったところで仕事をしている日がこんな、タイムスケジュールで、朝と夕方に温泉に入って帰ってくるみたいな働き方をしています。で、これちょっと別途撮ってもらった写真なんですけど、これが温泉の休憩所で、ノートパソコンを持っている写真になっています。はい、
庭園はですね、天童最上川温泉ユピアっていうところがあるんですが、ここが入浴料が350円で、休憩所1日いられて200円休憩所。なんか550円で1日温泉何度でも入り放題で、休憩所もですね、床暖房、畳がの下が床暖房の休憩所、ゴロゴロして過ごせるところ1日いて550円で過ごせるところです。で、天童市の魅力なんですが、とにかく生活圏と自然がとても近くて、でさっき紹介あったようにホームセンター、ドラッグストア、イオンモール、天童映画館もあってとても便利です。で、あと車で30分もかからず天童高原に行けて、キャンプやスキーも手軽に気軽に楽しめます。で、あと少し離れただけでも市街地からすぐちょっと離れるだけで田園風景が広がっていて、月山や葉山、あとは朝日連峰、蔵王など美しい山並みが楽しめるのがすごくいいところだと思っています。これは奥に雄大な月山が見えていて、手前が田園風景です。ユピアに行く途中の道で撮りました。で、温泉街の街並みが風情があってとても綺麗で、さっきご紹介あった足湯もあります。あとは道の駅天童温泉が魅力度ランキング全国2位をですね、今回取得したので、いらっしゃる方もすごく多い、楽しい道の駅がすごく身近にあります。あとはですね、舞鶴山、先ほど紹介あった人間商業をやる舞鶴山なんですけど、そこにも天然記念物のカモシカが生息しています。で、これは足湯の写真で、これがですね、カモシカってどんな生き物ってよく言われるんですが、カモシカの写真になっています。カモシカって言うんですけど、牛の仲間だそうです。で、あとはですね、お酒大好きなんで、市内に酒造やワイナリー、ブルワリーが揃っているのがすごくいいなと思っています。で、あと天童牛やラフランスとか、美食美酒のあふれる街っていうところ、あとは温泉街なので、こういった飲み屋街という豊横町という飲食店が集まっているところや、おしゃれなバーやカフェもあります。で、アクセスがとにかく良くて、本当に天童は利便性が高いところだなというのを実感しています。で、天童ワインの写真だとか、これが、天童公園のところ写真で、これがバーの写真で、これがラフランスパフェですね。あとはこう人間将棋やってた時の写真です。あとはこれは芝桜という立ち上がるというところで、毎年きれいに咲く、芝桜の写真です。で、私がですね、山形生活の情報発信をしていまして、このハッピーデイファクトリーというアカウントで、山形での暮らしの写真を投稿しています。で、こんな感じで、こんなイベントに行ったよっていうのも投稿しています。で、本当に暮らす日々が想像以上に快適なので、ぜひ皆さんの移住先の候補に天童市を入れていただけたら嬉しいです。はい、駆け足になってしまったんですけれども、ご清聴いただきましてありがとうございました。皆さんが山形暮らし始められた時には交流を持てればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、東海林さん、ありがとうございます。はい、東海林さん、改めまして、ありがとうございました。ご質問もある方もいらっしゃると思うんですが、後ほど Q&A コーナーで、お二人の先輩受者の方のご質問を一緒に受けていきたいと思いますので、では次に結城さんの体験談をお伺いしていきたいと思います。では結城さんですけども、天童市の出身でして、2015年に結婚を機に U ターンされてきまして、現在は果樹農家を営んでおられます。農林水産省の農業女子プロジェクトに参加してまして、全国で活躍されて、県内の農業女子をつなぐ活動として山形農業女子ネットワークを設立されました。では結城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、果樹農家の結城です。私も資料を見ながら、ちょっとお話をさせていただきます。ごめんなさい。はい、ではよろしくお願いします。
まず、ビタミン天丼と私ちょっと思いつ ついて突然書かせていただいたんですけど、話しさせていただくと、ビタミンってなんでかっていうと、人間が生きていく上で必要不可欠な栄養素なんだそうですね。で、それで、それがないと体という機械がスムーズに動かない、いわば潤滑油のようなものっていう風にあって、私なんか改めてこの機会をいただいて、天童に移ってきて住んできた暮らしがなんかビタミン的な そういうのとぴったり当てはまるなと思って、ビタミン天童という風にさせていただきました。そのごく一部ではありますけれども、今日は短い時間ですけど知っていただけたら嬉しいです。これが、自宅窓から見た風景です。実は土屋さんと同じ集落に住んでいるんですけれども、天童市の中でも田舎部、山手の方に住んでいるものです。で、なんていうか何にもないんですけれども、私以前都会に住んでた時は窓を開ければ隣の家の窓だったりとかして、なんか改めて考えると、なんかいやちょっと贅沢だなっていう風に思います。これは綺麗な時に撮ってるからとても綺麗なんですけども、秋なんかはもう本当に殺風景ではありますけれども、まあ、こういった環境の中で私は生活をしています。で、本日ちょっと15分のお時間いただいておりますが、ざっくり私の簡単に自己紹介と、あと全員皆さんが農業ということに関心があるわけではないと思いますけれども、まあ、山形県って農業が基幹的産業の一つで、まあ、少し紹介をさせていただきたいと思います。で、最後に、天童暮らしの改めて考えて、こういうところいいなっていうところとか、ちょっとこういうところ大変だな、不便だなっていうところもお話しさせていただきたいと思います。まあ、私の視点での話になります。では、私は、まあ、1974年、まあ、逆算していただくと分かると思いますけれども、74年生まれで、この天童生まれで U ターンしてきました。で、昔からもう本当に都会に憧れて、もうこの何もないところから出ていきたいというような典型的な若者で、で、まあ、仙台の短大に進学したんですけれども、それだけでは飽き足らず、ハワイ、オーストラリアに職を求めて、若い時は完全に若気の至りで自由なことをさせていただいてたという時期がありました。で、そこから帰ってきてからは、私念願だった英語に関する、なんか英語に関わる仕事をしたいなってずっと思ってて、そこから、まあ、運よくまあ、いい会社というか、教育関連企業に、のぞみの会社に就職することができまして、まあ、英会話講師とか、あとはその他はもうずっと内勤だったんですけど、まあ、名古屋、仙台で、仕事をしていました。で、先ほどまあ紹介あった通り、地元の人と結婚を機に戻ってきたんです。戻ってきたんですけれども、やっぱりその仕事もすごくやりがいがあって、辞めずに転勤願いを出して、仙台の最寄りの支社に通って、ずっと仕事をしていました。ただ今農業始めてるんですけど、その転機がありまして、まあ、やりがいはあってあるんだけれども、なかなか通勤と仕事と両立が難しくて、まあ、仙台にもバスや電車があるので、車もあるので、天童からは近いんですけど、近いというか、まあ、1時間ぐらいで行くんですけれども、やろうと思えばやれる。だけれども、通勤と、あとはやっぱり家庭のこと、両立がなかなかちょっと難しくなってしまって、その時にちょっと今後の人生を考えて農業を始めようという一大決心をしました。で、2015年から正式にスタートしたんですが、その前にいろいろ農林大学校というところもありまして、こちら無料で通うことができるんですけれども、まあ、加工コースに通わせていただいたり、いろいろ学びを得た上で就農という形を取りました。まあ、でも両親が果樹園を経営していたので、まあ、絶やすのはもったいないなっていうことと、あとはまあ、両親が仕事をしているのを見て、農業もなんていうかビジネスとしてなんか可能性があるんじゃないかと感じた、この2点が決め手で就農を決意しました。さくらんぼですね、さくらんぼの花左上ありますけれども、あとはさくらんぼを摘むのは5時から摘んで、5時半からパッキングで、パッキングなんかは詰める活動なんかは地元 のやはりお嫁さんたち、県外から来られたお嫁さんたちなんかはすごく興味を持って
結構応募してくださいます。人気の仕事です。あとはブドウ、ラフランスリンゴなんかも作っておりますけれども、私はラフランスとあと加工品の、栽培と、経営をしています。で、両親からは栽培技術を学びながら修行させていただいているというような手伝いをしているような形で、あとはお送りしたプレゼントにもありましたけれども、生食で作って発送するっていうようなお仕事をずっと両親がやってきたんですけれども、ある時気づいて、やっぱりお年寄りの方がお客様の顧客のほとんどだということで、若い人たちからも食べていただきたいなっていうことがあって、地元のおいしい果物で起業ということで、自分も個人事業主として果物の加工品を作るという、そして販売をしていくということを始めました。でドライフルーツであったりジュースであったり、あとさくらんぼのピクルスなんかも地元の人が名人が漬物の名人いるので、その方に教えてもらって商品化をしたりとか、いろいろ失敗もたくさんありますたくさんありますけれども、少しずつ前に進んできているような形です。はい。でちょっとだけ農業の話をさせていただくと、私農業を初めて知ったことがたくさんあるんですけれども、ちょっと大きな括りで見ると、山形県って私も新規就農で始めたんですけれども、5年経ちましたけど、新規就農者が5年連続で東北の1位なんですよ、山形県が。で353人ともダントツ、令和2年の調査でも多かったんですけれども、それは右の方にもちょっと書いてありますけど、新規就農で雇用収納が半分なんですよね。だから私みたいに独立して収納するっていうことと、親と別に独立で収納するっていうこともありますし、あとはもう親と一緒に経営を始めるっていうこともありますけれども、法人収納、農業法人、生産法人、会社に勤めることから始めるっていう人も半分いるということですね。こういった状況で、山形県の方でも頑張ってその農家の法人化を後押ししてるっていうことがものすごく構想してるのと、あともう一つは2番目に書いてありますけれども、各段階においてきめ細やかなサポートっていうのは本当に頭が下がるぐらいのサポートをしていただいてます。これは山形農業支援センターの方で、私も本当にお世話になっていますけれども、なりたい農家になりたいという段階から、じゃあ始めてからとか軌道に乗るまでとか、本当に相談に乗ってくれる期間があるということで、これマイナビ農業さんでも特集されているので、そういった記事も参考になったらいいと思います。あとはこれ国の支援ですけども、農業次世代人材投資資金ということで、新たに農業を始める人に国から補助があります。あとは今は半農半 X ということで、兼業農家も大変注目されているので、農業だけではなくていろんな働き方他から稼ぎを得ながら農業を始めるという道もとても注目されています。と最後にネットワーク、先ほど土屋さんからもおっしゃっていただきましたけれども、私農業を始めた時に女性の農業者って近くに職業的つながりがなくて、なので他県ではいろいろ広まってたんですけれども、山形でも作ろうということで同じような境遇の人 2,3 人声かけて、今では50人ぐらいいるんですけれども、なければ作るということで、今作って女性の農業者のつながりというのも作って、お互い切磋琢磨しながらいろいろやってます。簡単にちょっと農業のこともご紹介させていただきました。で、天童の暮らしに関してなんですけれども、もう戸上さんも土屋さんも、同じことの重複になるので改めて考えるとやっぱり便利いいなっていうことがあります。本当に利便性いいなって思います。で交通、市税のアクセスとかお買い物とか、交通なんかは天童駅が新幹線の停車駅なんですよね。私一番思うのは乗り継ぎしていくよりも車で行って、駐車場無料のところに停めて、あと東京まで寝ていけるっていうのがもうすごく良くて、すごく楽だなっていうふうに思いますし、山形空港も車で15分ぐらい隣の市なんですけれども、
まあ、仙台空港も車で1時間ちょっとで高速で行きますし、本当に利便性がいいと思ってます。あとはまあ自然へのアクセスっていうのも、まあ、山、川、海はちょっと遠いんですけれども、まあ、天童市のほか、あとは先ほど来出てます温泉、私も移住してから好きになったんですけど、全市町村にあるので、やっぱり天童市内だけではなくていろんなところで楽しめる。今ではもう選出で選ぶとか、今日はここに行こうかとか、まあ、そんなことをあの夫といろいろお休みの時は楽しんだりしてます。でお買い物もイオンモールのことも先ほど出てましたけど、まあ、コストコも土屋さんも月に1回行ってるって言ってましたけど、あとは、まあ、ちょっと足を伸ばせばアウトモールレッドモールもありますしね、仙台にはパルコもあるって先ほどありましたけど、私はですね、あんまり近くにない方がいいなと思ってて買いたいものがあればちょっと頑張っていくくらいの方が、物欲が下がっていいなと思ってるんですよね。でも本当に暮らす分にはもう何不自由ないなっていうふうに思ってます。ただ下の方に書いてますけど、ブランドが好きだったりファッションが大好きな方だとちょっと物足りないかもしれませんが、あとは車と運転免許は持っていないと天童暮らしなかなか山形暮らしも大変かなっていうふうに思います。あと公共の交通機関がたまに止まってしまうことが、たまにというか落ち葉で止まったりとか、カモシカが出ましたとか、そういうので仙山線が電車が止まったりとか、まあ、そんなことが起こってしまうローカルな感じのところもあります。あとは四季がはっきりしているっていうところも私はすごくいいなと思います。ここ天童は盆地なので、夏は暑い、冬は寒いっていうのははっきりしてるんですね。だけどやっぱりそのはっきりしているからこそ、食べ物飲み物も旬を楽しむことができるっていうことがすごくいいなと思います。今だと雪の下からほうれん草を取ってきて、それが甘くなるんですよすごく甘いとか、大根とかも雪の下から掘ってくるとか、やっぱり寒暖差のあるところの食べ物って美味しいっていうのはあります。あとはまあ新そば秋に楽しんだりとか、伝統料理なんかも、まあ、芋煮って聞いたことあると思いますけど、芋煮だったり今だと納豆汁とか山形県民は食べるんですけれども、そういった四季折々の食べ物を楽しんだりとか、そうですね、あとは、まあ、日本酒も美味しいですし、ラーメン、おそばも天童牛も美味しいので、まあ、食べ過ぎにご注意くださいということがデメリットです。で、あとは、まあ、やっぱ夏は暑く冬は寒いっていうことで、本当に四季の移ろいを五感で感じることができるっていうのは、やはりなんていうか精神的にも心にも本当にいいなと思うんですね。でやはりまあ都会にいても旬の食べ物を買って食べることはできるし、いろんなところに行けば紅葉を見れたりということもあると思うんですけれども、本当に田舎にいると、私のところなんかもとても田舎なんですけれども、もうちょっとすると雪が溶けて雑草が生えたりするんですけど、緑の匂いって分かりますかまあそういう春来たなっていうようなことだったりとか、やっぱり五感で感じるんですよね。まあ、そういったことがなんとなくやっぱり人間らしいというか、そういった気持ちになります。あ、生きてるなっていう感じがします。大げさですけど。でただやはり雪かきっていう作業もありますが、これ慣れます慣れると思います。で、まあ、その中でも天童は県内でも比較的降雪量というのは少ない方で、なので、まあ、冬場の運転のハードルもそれほど高くない。でもっと雪が多いところに行って、田んぼが一面あるところだと、もう目の前がもう真っ白になってホワイトアウトっていうこともあったりして、ちょっと私も怖いぐらいだったりもするので、なかなかそういうところ、そういうことも少ないくはあるので、まあ、その面でも住みやすいなっていうふうに思ってます。あと3番目に、天童暮らしでつながりっていうのがやはり、あっていいなというふうに思ってます。先ほどの、まあ、職業的つながりはなかったから、まあ、作りましたけれども、あとは私子どもはいないんですけれども、子育て中のママと一緒に活動しているので、やはりまあ子育てサロンですとか、まあ、そういったところから地域の人とのつながりもできてくる。だって地域の歴史を聞いたりとか、一緒に
何かを作ったりとか、まあ、そういったことを地域とのつながりができてくる。あとは市内だけではなくて県域のママコミュニティもありますし、いろんなつながりっていうのがあります。で、まあ、地域のつながりがやっぱり都会より住んでる時より多くなったなっていうのは感じてます。で、地域に溶け込むことでやっぱりより快適に住むこともできますし、ただ地域行事とか本当に単純に何かすることが多くなるっていうのは、ああ面倒だなって思う時もあるかもしれないですけれども、でも一旦溶け込むとやはり何かあった時の頼りになったりとか、いろいろやっぱりつながりからご縁も広がってきて楽しくなると思います。で、まあ、ちょっとこういうところだよっていうところの続きですが、土屋さんと私が住んでいるところの集落のちょっと上10分くらい走ると展望台がありまして、そこから天童市内が一望できるところがあったりですとか、こういった自然たっぷりのところも天童の中にはあります。で、これも10分ぐらいですかね、車で行くと親戚が集まるとここに絶対連れてってって言われるところが、まあ、こういった川ですとか川遊びですとか、まあ、冬は農家あるあるですけれども、これは剪定の枝を畑で燃やして、で焚き火をしながらさつまいもとかじゃがいもとかりんごとか焼いて食べるという、まあ、こういったことを冬なんかはしてます。あとつながりの一例ですけれども、これが、まあ、女性農業者とのつながりということで、自分で育てたものを一緒に販売したり、機械に弱い女性たちなので機械の操作の仕方を農機具メーカーさんから習ったりとか、自分たちがしたいことを自分で企画をしてやっているということをやってます。あとはこれはですね、天童のネットワークなんですけれども、農協さんって聞いたことありますよね。私も農協さんはもう収納するまで入ったこともなかったんですけど、 JA の方で女性部ってあって、フレッシュ水部会という40代ぐらいまでの人が入るところがあるんですけれども、これは農家でなくても食の暮らしに関心がある方が入っていると。で、まあ、ここも好きなことを自由にやりなさいっていうことで食の暮らしに関係ある企画を立てるんですけれども、お正月前には昆布巻き作りとか黒豆の煮方をおばあちゃんたちから習ったり、あとは、毎年味噌作りをしたり陶芸教室をしたり、まあ、交流会などを行ってます。まあ、こういったことを行ったりですね。で、まあ、こんなことをしながら、まあ、農業もしながら住んでいるわけなんですけれども、私Uターンしてから変わったことが大きく2点ありまして、1つは意識なんですよ。やっぱり意識で、その中でも仕事に関すること、仕事観だと価値観がやはりちょっと変わったなっていうふうに思います。で、仕事もやっぱり私はなんか今まで本当に会社に勤めててがむしゃらになんか仕事やることがで、まあ、報酬をもらって評価をもらってっていうことを本当に重視したような気がするんですけれども、そういったことも仕事も大事だけれども、やっぱり家庭とかその他に大切なものは本当にあるよっていうことが移住して教えてもらったっていうことと、あとは全体的に価値観がやはり変わったということがあります。何が大事なのか、何が尊いのかっていうことが自分の中ではっきりしました。で、都会で本当にフルタイムでそこそこの給料で働きながら高い家賃と光熱費と食費を払って暮らすよりも、私はですよ、まあ、地方でそこそこの収入を得て生活コストも下げた方が余裕が、まあ、実際あったということ、あとは食材もいいし季節を感じてなんか心の健康だったりとか、そういったこともすごく感じますし、なんていうか、私はまあ都会の生活の価値と田舎での生活の価値を比較したことで、なんかこっちが合ってるなと、 こっちで仕事も挑戦したいなというふうに心から思ったということがやはり変わったことです。かといって私本当に都会で住んでた時もすごく楽しかったんですよ。楽しかったけれども仕事でなんか身を削るような感じとか帯状疱疹になったりとかもしてたんですけれども、まあ、そういうことは全くなく、
ただ仕事も頑張れて、そうですね、その他のことも大事なことを見つけたというような形です。で、欲しいものは東京に出て買い物、仙台に行って買い物、ご飯も行けるっていう環境がとても気に入ってます。で、現在今やっぱりズームもありますし、研修とかそういったことも本当に1日2本とかズームでやったりとか、全くやっぱり自己検査に関しても不自由してないっていうのがあります。で、健康面は、食べることは生きることなんだっていうようなことを気づいて、私はそれまでは時短料理とかそういうなんていうか栄養を摂取するみたいな、食べ物を摂取するみたいな方に傾いてたような気がするんですけれども、いかに簡単に美味しくみたいなよりは、食べることは本当に生きることだからっていうので、ちょっと丁寧な暮らしになった味噌作りとか、そういった昆布巻きとか伝承料理も習うことから、そういったことを学びました。で、癒しがあり幸せで暮らせる環境っていうふうに持ってて、結果私何が変わったかというと、基礎体温っていうのが、体温が上昇したんですよねだから毎日その発酵食品、味噌汁を飲むとか、そういった行動とか行動変容もあったからなんでしょうけれども、なんか調子いいというようなこともあります。これは本当に私の本当に感じたことを2点ということで、U ターンして変わったことっていうのをご紹介させていただきました。はい、で、以上になりますけれども、いろいろ何かもしご質問がありましたら、この後でも、あとはいろんなメールとかいろいろ SNS もしておりますので、ご連絡いただけたら嬉しいです。まずはぜひテントに遊びにいらして、コロナが収束したらということもありますけれども、いただけたら嬉しいです。ご清聴いただきましてありがとうございました。はい、ゆうきさん、ありがとうございました。はい、では早速 Q&A コーナーということで、先輩主者のゆうきさんと投稿員さんへのご質問ですとか、また全体を通して、質問にお答えしていきたいと思います。はい、チャットでも結構ですので、よろしくお願いします。もしじゃあ、チャットでも受け付けてますが、もしなければ先にあれですかね、申し込みの時に、ご質問いただいてた内容いくつかあるんですけども、お答えいただけますか。はい、はい、じゃあ、ちょっと若干まとめますが、まず移住にかかる費用はどのぐらいですかという質問がありましたけど。そうですね、じゃあこちらは、ではアイターンでいらっしゃった東海さんあたりいかがですかね。あとの先ほどご質問がありましたが、物価、具体的に新川崎と比べて何とあれ話ありましたけど、神奈川県でお住まいだった東海さん、そのあたりどうですか。そうですね、引っ越しは結構何社か見積もりを取って結構幅があったんですけど、私は 2LDK から 2LDK でだいたい16万円ぐらいで引っ越し費用が、かかりました。で、かなり安いところで、高いところだと倍ぐらい、30万円ぐらいの見積もりのところもあったんですけど、安いところをとにかく探したっていう感じで、であとは転職、主人の転職先から一応少し補助みたいなものもいただいたので、そういったものも足しにしながら引っ越しをしました。はい。あと、食べ物で言うと、まずはすごく新鮮で美味しい野菜がものすごい安い値段で売ってるっていうので、そのあたりは全然こうフレッシュで美味しくて安い野菜がすごく多いので、そういったところは安くなっていて、で、お惣菜とかもすごい、やっぱり使ってる食材が美味しいからだと思うんですけど、美味しい、神奈川にいた時よりも美味しい、お惣菜とかも多くて、で、安いっていうのは実感としてあります。あ、はい。ありがとうございます。私も友人から聞いたところだと、肉が安いってのが、感じたって言ってましたね。そうですね。なんか普通のスーパーに、ちょっと米沢牛とか天童牛とかもそうですけど、そういう美味しいお肉が普通のスーパーにこう切り落としとかで安く並んでいたり、道の駅にもこう1000円とかで
結構たっぷり入って置いてあったりするのをよく購入しています。はい、徳山さんはどうですか。あの東京、ね、あの在住、まあ、40年ぐらいですか、はい、あのからアイタンというか地域おこし協議会としていらっしゃいましたけど、そうですね、あの、まあ、うん、そうですね、あの、まあ、東京もうほとんど49年東京だったんですけど私は東京住んでるときは持ち家に住んでて、で、こっち来て今アパート借りてます。で、まあ、引っ越し費用ちょっといくらぐらいかかったかはちょっとよく覚えてないですけど、はい、あとそのアパート借りる際の当然費用がかかりますね、はい、まあ、敷金礼金と、まあ、それがかかったと思います。あとは物価、基本的に家賃とか東京に比べたら全然安いと思うんですけど、何気にそんなに安くない、部分っていうのが水道光熱費は実は東京よりかなり高いっていうのはあります。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、水道に関しては天童市と近隣の市町から比べても若干高いっていうのは指摘がありまして、まあ、水源地からちょっと距離があったりとかいう部分ですかね。あと雪にかかる費用としてやっぱり、まあ、光熱費ですよね。今話がありましたけど、暖房費、まあ、電気代とかガス代なんかが、ね、うん、ガスが高いです。プロパンガスなんでこっちね、あ、都市ガスじゃない、ガスが、うん、そうガスが高いなって感じしますね。はい、あれ数字的に東海林さんあたり、はい、向こうの冬の期間の光熱費からどれぐらい上がったっていうのは数字的にパッと出たりしますか。そうですね、神奈川に住んでた時は実は結構その辺どんぶり感情だったので、うん、具体的な数字は覚えてないんですけど、今私が冬でかかっている電気代としてはだいたい 2LDK の物件で、昼間私家にいて電気使ってるんですけど、それでだいたい月1万2000円ぐらいです。あ、なるほどですね。はい、あと今雪にかかる費用っていうことですけども、まあその暖房費とか、あとは、まあ、車でいうスノータイヤとかですかね、買い替えが夏と冬とちょっと違うので、そうですね、まあ、車によってもタイヤの大きさとかでも違いますけど、そうですね、私うちは車2台あるので2台分のスタッドレスタイヤとホイール台とか、あとはワイパーも雪でも使えるようなワイパーに変えたりとか、あとはですね、暖房としてはこうオイルヒーターとかちょっと暖房機材を買うお金も少しかかったりしました。はい、雪関連費用とそんなところですかね。あとはそうですね、雪を車から下ろすブラシなんか1000円くらいですけど、そういったものは冬の山形の人は皆さん車に積んでる必需品だったりとか、あと雪かきに使うようなね、はい、そうですね、あくらいだと思います。はい、ありがとうございます。あと暮らしててこういいところ、いいと感じるところと悪いと感じるところそれぞれありますかという質問もありましたけど、どうですか。そうですね、良いところはやっぱり自然がすごく雄大で、うん、目にする景色がとにかく優しいというか、癒される景色が広がっているところ、先ほど言ったみたいにうちも、窓からガスさんが見えたりとか、そういった景色が楽しめるっていうのはすごく素敵なところだと思ってます。で、悪いところというよりはちょっとなんか大変だなというか、移住するときに U ターンの人とかだとあまり感じないかもしれないんですけど、やっぱり私は山形なまりが最初わからなくて、そういったところは年齢層の高いおばあちゃんおじいちゃん世代の人と話してるときに時々何言ってるかわからないときとかはあったりするので、最初大変だなというのは感じたりしました。はい、ありがとうございます。私も、まあ、大学の4年間都会に行ってから神奈川県に行ったんですけども、まあ、こっちに就職先を選んだ理由としては、まあ、本当は仙台市あたりがいいかなと思ってたんですけど、会社のあれで初日が山形だったんで、まあ、U ターンになりましたけど、学生時代住んでてちょっと通勤がちょっとできるかなっていう
まあ、そういった心配が、まあ、自分個人的にはありまして、あとはちょっとなんかこう人が多いところでこう日々活動してるとちょっと周りと自分こう比べちゃう部分もあってですね、なんかこう気が焦っちゃうような生活が4年間続いてたんで、ちょっとやっぱり自分地方の方がいいのかなって、肌に合うのかなと思ってっていうところでの、まあ、U ターンを選択しちゃったのはありますね。はい、なんか徳山さんあります？なんかこっちに来ていいとこ悪いとこ。あ、いいこと、まあ、たくさんあるんですけど、まず食べ物おいしい、はい、それとあと私は温泉が大好きなんですけど、温泉、まあ、もちろん天童にも温泉あるし、周辺にも温泉がたくさんある、っていうのがすごく気に入ってます。はい、はい、ありがとうございます。あとこれゆうきさんに対する質問かもしれないんですけど、住民の方がよく育てている農作物って何でしょうかっていう質問も、農業に関する質問もございました。どうですか？はい、ありがとうございます。よく育てているのはやはり葉物、ほうれん草とか水菜とかレタスとか、まあ、そういったものも育ててますし、あとはナス、キュウリとかそういったものもやっぱりホームセンターに行って皆さん買いに行って育ててますね。ネギとかやはりちょっとしたものはこの辺りの人結構やっぱり植えてます。そうですね、先ほど私もちょっと暮らしのご紹介で、まあ、ちっちゃな家庭菜園ありますけど、今言ったように、まあ、簡単な、ね、種を植えればもう勝手に生えちゃうみたいな、キュウリとかトマト、ナス、人参あたりですかね。まあ、もちょっと土もあんまり深くないんで、まあ、大きな根菜類とかはちょっと適してないかもしれませんが、うん、すごく先ほど言ったようなものは、もう手もかけずに生えてくるんで、ちょっと夜料理を作る前に、燃えてきたりとか、子供に燃えてきて、なんて言って、たりとかね、そんな感じで、まあ、楽しむというかやってます。ありがとうございます。あと子育て環境についてどうですかって質問もあったんですけど、どうですか？そうですね、まあ、休日の過ごし方につきましては、先ほど言ったようにの川遊び行ったりとか、あれゆくさん先ほどの川遊びの写真って山寺のとこですか？あれ、はい、あ、そうですか、山寺のところ部ですね。あ、ですよね、はい、小座部ジェラートのところ、はい、あと同じですけども、ああいったところがちょっと本当近場にあるんで、ちょっとねお金かけずに行けるところがあったりとかしますし、あと施設の面で言えばこの子育てガイドブックお送りしてますけども、こちらのところを見てもらうと、その医療機関とか、まあ幼稚園保育園、あとは学童保育なんてところも天童市はすごく施設が、充実してますんで、そういった面ではご不便はないのかなとも思いますし、あとその医療費、先ほどご質問もありましたけども、高校生までは無料化でということでなってます。あと今チャットで質問をいただきました。皆さんの話聞くと幸せ度とても高いと感じますけど、あえて今不安なことを挙げるとしたら何かありますかというご質問が入ってます。そうですね。私からちょっとね、先に話させていただきますと、まあ、ゆうきさんの話もありましたように、私とゆうきさんは同じ町内なんですけども、天童市で言えば田舎の方、まあ、なんですね、場所が。ちょっと少しずつ子どもの数が減ってるところかななんては思ってるんですけども、まあ、そこがね、同じ町内の人口の減少がっていうところは気になる部分であるんですが、ただ天童の方だと市内に12の学校がありまして、市街地の方だともうどんどん逆に子供たちの人数が増えてる場所もございます、当然。なので、なのでちょっと
街づくりはコンパクトシティってことで、あの中心部にいろいろ機能を集めて集約していこうみたいな話もあるんで、もちろん住みやすい街づくりにはなってるんですけども、まあ、個人的にはそうですね、今住んでる町内会のちょっと人が入ってる部分もあるのかななんていうのはありますね。まあ、それはまあ住む場所によって、まあ、移住される方にはお勧めするのはやっぱり市街地に住むのが賃貸物件も多いですし、本当にもうそこだけで暮らすんであれば、もう自転車で全部用事は済ませてしまう、駅にも行けるしっていう、東京にも一本でっていうのもありますんで、これから住むんであれば市街地をお勧めしたいと思います。だと、そういった今言った不安もないのかなっていうところはありますね。皆さんどうですか？徳山さんとか、東海林さんとか、都会から引っ越してきて不安に感じることとかありますかね？あ、私いいですか？はい。はい。特に生活してての、本当にこう、満足度高いんですけど、まあ、私個人的には協力隊っていう活動をやってて、これは3年までしかできないっていうことで、その後、ちゃんと天童に残れるかなっていうのが、ちょっと若干不安があります。あ、そうですね。あとは仕事の不安とかっていうことですかね。仕事、あ、そうですね。やっぱり仕事が、ね、ちょっと、要は自活するための仕事をまた見つけなきゃいけないなっていう部分ですかね。まあ、仕事について言うと、私も U ターンして一回就職しまして、うん、まあ、大きな転職が一回、本当に厳密に言うと2、3回転職してるんですけども、うん、やっぱり業種がやっぱり制限されたりとか、逆に言うと業種を選ばなければ、結構仕事はあるんですね。うん、大きな工業団地もいっぱいあったりとか、まあ、そういう部分でやっぱり自分がどういった仕事が正解なんてことをご相談いただければ、天童市の方でも、まあ、具体的な事業所さんとかとおつなげすることもできますんで、そういったご相談も、もしよければお寄せいただければと思います。じゃあ、どのような仕事がありますかっていう質問もあったんですけど、じゃあ、そのあたりは、まあ、土屋さんにお問い合わせいただければ、いろいろご紹介いただける感じですかね。そうですね。はい、参考に、先ほどリンクで、産業立地ガイドっていう天童市の、工業団地の、まあ、事業所さん向けのリンクも貼らせてもらったんですが、まあ、大きな事業所としてはそんな感じの、会社さんが工業団地にあるっていう感じですかね。あとは適宜ご相談をお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは、ちょっと時間も迫ってまして、また、ご質問とあれば、個別相談といいますか、天童市に随時メールいただければと思います。はい。では、ちょっと終盤になってきましたが、最後、徳山さんの方から、ちょっと最後、中継ですね。ユピアの方に行ってるということで、お願いします。はい。はい。ただいま、天童最上川温泉ユピアさんの方に来ております。先ほど東海林さんのお話の中で、出てきました温泉の施設です。まあ、東海林さんも、大変お気に入りの施設ということで、私も、お気に入りの施設でございます。で、今日、まあ、日曜日っていうことで、お客さんたくさん見られてるんで、ちょっと中は映せなくて残念なんですけど、大変大人気施設でございます。で、こちら、ユピアさんなんですけど、2つの異なる源泉と、県内最大級の露天風呂が自慢の、大人気施設です。入浴料はなんと350円ということで、とっても、気軽に利用することができます。また、利用時間が朝6時半から夜9時までとなっておりますので、週末はもちろんのこと、仕事帰りや、出勤前なんかにも気軽に立ち寄ることができます。とちなみにですね、泉質はナトリウム塩化物温泉で、こちらの泉質の特徴としては、保温効果が高く、また湯冷めしにくいことから温まりの湯と、言われております。以上、温泉ソムリエの徳山でした。はい、ありがとうございます。はい、では最後に県の移住定住推進センターの大場さんの方から、移住支援のご案内をよろしくお願いします。ありがとうございます。
は、検討セミナーにご参加いただきありがとうございました。山形県で移住コーディネーターしております、後藤と申します。では、私のところ、県で行っている移住支援のご案内させていただきたいと思います。はい、画面見えてますでしょうか。すみません、令和2年度の山形県の移住支援のご案内をさせていただきたいと思いますが、ちょっとその前にこちら、今からご案内する情報がですね、令和2年度分の情報になりますので、ちょっと来年度になるとまた募集内容でしたりとか、条件とかが変わる可能性もございますので、そちらだけはちょっとご了承いただければなと思います。画面共有。あ、ごめんなさい、画面共有ってなってますか？今はちょっとなってないですね。あ、なってないですか。あら。少々お待ちください。あ、はい、画面共有大丈夫です。よろしくお願いします。お待たせいたしました。よろしくお願いします。では、まず一つ目が家賃補助ですね。こちら、県外から山形県に移住した方が賃貸住宅に入居した場合に家賃の一部を補助します。支給額は月額1万円で、補助期間は最大24ヶ月となっております。続いて、こちらの補助の条件といたしましては、今年度分ですと、令和2年3月1日から令和3年2月の28日まで移住された方でして、転勤進学による移住ではないことや、転入前に山形県の我々センターでしたりとか、東京のふるさと回帰支援センターなどの公的移住相談窓口などを利用した方などが条件にございます。補助の対象住宅といたしましては、補助申請者本人が契約者であり、移住に際し自己の居住のため新たに賃貸する住宅となっております。ただし、県営市町村営の賃貸住宅など一部対象外の住宅もございますのでご了承ください。二つ目が山形暮らし応援カードです。こちらは移住希望者に協賛店からの割引サービスや特典が受けられる山形暮らし応援カードを発行いたします。協賛店には引っ越し業者などがございまして、各種費用が割引になったりなど様々な特典が受けられます。最後にこちら地域おこし協力隊準備支援金です。こちらは首都圏などから山形県内の市町村に地域おこし協力隊として採用が内定した方に支援金を支給いたします。支給額は1人につき13万円です。首都圏などとは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県が該当いたします。こちらの今までご案内いたしました支援の家賃補助と山形暮らし応援カードにつきましては、山形の移住センター、暮らすべ山形にお電話かメールでお問い合わせいただければと思います。地域おこし協力隊準備支援金につきましては、山形県の移住定住推進課にお問い合わせください。今までご案内いたしました。あ、はい。今までご案内いたしました支援を詳しくはこちらの山形県移住交流ポータルサイト山形暮らし情報館にて詳しい情報載っております。イベント情報や各市町村の情報なども掲載されておりますので、ぜひ一度ご覧ください。本日はありがとうございました。はい、大場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではセミナー終了のお時間となりました。私から皆様に、お願いですけども、事前にメールでご案内しておりますアンケートに、ぜひご回答をよろしくお願いします。また本日、引き続き個別相談をご希望の方は、チャットにて、お申し込みください。はい。では別の日に、また天童支援の個別相談をご希望の場合は、チラシにも記載されている、メールアドレスの方に、移住相談希望とご記入いただきまして、お名前とご連絡先をお送りください。はい。それでは、本日は第1回目の天童市移住セミナーにご参加いただきまして、ありがとうございました。
で、また天童市で、遊びに来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来てください。